お任せください。ご分を。お目覚めですか。すみません。新型装備の搭載試験中で意識をオフにしていました。ええ。ですので緊急通信を使用しました。現時刻をもって我々に出動要請です。何か事件が？要請とはどこからですか？詳しい状況は移動の車内で。なお待機により隊員ナンバーの最も若い隊員が指揮代行となりますが、現状ではあなたです。私が指揮？構わないのですか？私は試験としても適任かと。了解しました。状況を確認する。簡潔にやってくれ。時間がない。旅客機乗っ取り事案は国内では10年起きてない。俺も含めハイジャック対処経験者は一人もいない。だが動じるな。自分自身と訓練を信じて冷静にことに当たれ。俺たちのやることは変わらん。あんまりじゃわかんねえぞ。
本部より入電、乗客名で契約された端末から発信あり。スマートフォンのようです。 GPS 位置情報も機内を示しています。内容の確認急げ。1時間以内に措置しなければ命に関わるか。いよいよ猶予はないな。はあ、一時撤収？ハイジャックで突入要員が撤収とはどういう。はい、了解しました。そんな、我々が撤収してどうなるんです。命令だ。直ちに交代、準備急げ。誰だあんたら。今より30分間現場指揮権を我々に移譲していただきます。誰だって聞いてんだ。責任者はどいつだ。ジョーちゃんが責任者ってか。はい。なめてるんだ。言い争いに費やす時間はないかと。所属ぐらい暁はないのか。お答えいたしかねます。どこの誰かも確かめずに現場を渡せってのか。
すでに撤収命令が出ているはずです。人命がかかってんだ。上の連中と何を握ったか知らんが、乗客が命を落としたら責任取れんのか。こうしている間にも乗客は危険にさらされています。一刻も早く救うことが私の、いえ我々双方の責務のはずです。信じてください。救いたいのは私たちも同じです。時計合わせて30分きっかりだ。1秒も長くしない。了解しました。ではできるだけ自然に死角に入りながら進んでください。接近は機体から約10メートル地点が限界でしょう。十分です。では状況を開始します。何してんだあいつ。何する人。むちゃくちゃしやがる。
feeling no pressure, but I peers in the media. Getting genuine, confirmed, please I'm telling ya. Anyway you be, only yours is a barrier. Cut off of your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. Lay your dollars on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. Touch the sky. Feeling no pressure, but a peace in the media. Getting genuine, confirmed, please I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut up in your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. Lay your dollars on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. But a peers in the media. Getting genuine, confirmed, please I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut off of your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. Lay your dollars on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Hit the punchline, about to cruise. The sky. Feeling no pressure, but a peace in the media. Getting genuine, confirmed, please I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut up in your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. Lay your dollars on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1 more time. Heavy punchline about to cruise. The sky. Feeling no pressure, but a peace in the media. Getting genuine, confirmed, please I'm telling ya. Anywhere you be, from New York to Siberia. Cut off of your own beat and shake it every day. I'ma put it down, grabbing this crown. Make your dollars on the ground, gonna double up now. 65 to 4 to 3, 2, 1. ご安心ください。皆さんの救出に来たものです。機内の安全確認が済んでいないので、どうか落ち着いてまだ座席を離れないでください。
すみません。心臓の持病で治療の必要な方がいらっしゃると連絡を受けています。お名前は？先ほどの格闘の際に加勢せず、このタイミングまで待っていたのはなかなかの判断力だと思います。あなたもですか？もうかよ。時計見てください。5分かかってません。犯人最低でも3人いたはずなのに。まさにあれだな、噂にあるだろう、メインなんとかって。班長、何なんですあいつら。というか人間ですか。こいつはあくまで噂だが、去年上が某企業グループと共同で非公式の警備部門を新設したって話がある。何でも常識では対処できない事案とやらのためだそうだ。部分的に警察権限を与えたとも言われてる。まあ非公式なことに権限も何もないがな。は？何ですかそれ。ここは日本ですよ。所属なし、記録もなしの遊撃部隊、シャドウワーカーなんて呼んでるお偉方もいるとさ。
一点確認をよろしいですか。なんだ。こちらから見て左手の荷物搬入口の前に。どうした？あ、いえ、すみません。見間違いだったようです。ご無事ですか、ミツルさん。アイギス、君が来るとはな。こういった事件で呼ばれるとは正直意外でした。結局犯人側から声明などは出ませんでした。目的は何だったんでしょう。はじめはてっきりミツルさんが狙われていて、それで呼ばれたのかと思っていましたが。上もそう考えて慌てたんだろう。おまけにあまり世に明かしたくない罪にまで乗っているとなれば。待て、罪に。どうかされましたか。思えばこのハイジャックは出だしからいろいろと奇妙だった。離陸しないうちに行動を起こし、タイミングも半端で搭乗案内を無理やり切り上げさせている。少人数で乗っ取りを成功させるための工夫かとも思ったが。まさか狙いは人ではなく積み荷だと。確かにハイジャックとなれば積み込みが中断された残りの荷物など誰も注目しませんが。アイギス、至急積み荷の無事を確かめてくれ。当たりならもう遅いかもしれないが。仮に読み通りだったとして、なぜ狙いがミツルさんの荷物だと。ただの荷物じゃハイジャックに釣り合わない。だがあれが狙いとなれば話は別だ。普通に奪おうとすれば霧状施設のセキュリティを突破して奪うか、護送の車列を襲うしかない。その点このやり方なら覚悟さえあればモデルガン数丁で国中を釘付けにできる。ミツルさんの荷物、旅行用の私物というと下着類ですね。下着欲しさでハイジャックを起こされる伝説になりそうであります。話が飛びすぎだ。そういう私物じゃない。第一、下着類はこのカバンの。いや、下着の話は
どうでもいい。私の荷物というか、正確にはエルゴ犬の遺物だ。今回の鹿児島行きは目的の半分は骨休めだが、もう半分はそれらの屋久島遺装に立ち会うためなんだ。私です。そうですか、了解しました。ご想像の通りです。移送予定だった荷物が一つ紛失していると判明しました。やはりか。取り戻すぞアイギス。現場の収集は残りの隊員に任せて、一緒に来てくれ。ミツルさんも捜索に加わると。まあ当事者になってしまったしな。それはつまり正式に副隊して捜索任務に当たられるということでしょうか。ありていな言い方をすると連休返上上等でしょうか。では現時刻をもって隊長権限をミツルさんに移譲します。待機によりナンバーの最も若い隊員が指揮代行ですが、ミツルさんは1番。我々警備部シャドウ事案特別制圧部隊、交渉シャドウワーカーの正規の隊長であります。まあ暦通りに休めるはずがないと思ってはいたがな。しかし我々の霧城の生み出したもので誰かが傷つく事態は絶対に繰り返せない。必ず取り戻すぞ。任務である前にこれは誓いだ。了解であります。